たかな、来た来た。おお、とっ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 てとってとって。よし、じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では収録を始めます。はい。よいしょ。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキソーのキョンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、収録上では、今日は8月 19?19 ですね。19か。はい。お盆もあっという間に過ぎ去りましたが。終わりましたね。どんなでしたか？いやー、なんか久々に親戚とかいっぱい来て。うんうん。太ったねって言われました。そうなんだね。はい。私はもう毎回のごとくドタバタ劇で朝から晩まで仕事して仏壇のことやってって大変でしたね。いやー、お疲れ様でした。もう大変大変。では番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウント FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてポスってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いします。今週の一曲は、木名正吉&チャンプルーズで、ハイサイおじさんです。どうぞ。今日は絶対声入ってないと願いたい。これで入ってたらあれですね、もうお手上げです何が原因だっていうの。だからまたまたまた今週の忘れるよ。一瞬のとこ、前頭ですよ、あのオンエアの日。ああ、そうですね。どうしようかな。前日は見回りなんですよ。あ、24日。うんうんうん。前頭ですか。大変だね、見回り。はい。でも花火が見れるからいいんじゃない？まあ、そうですね。カメラ持ってこうかな、悩むな。私はちょっと旦那次第であれですね、どうするかが決まる。有料の席で見るのか、それとも芝生の席で見るのか有料の席まだ一回も行ったことないです。私一回二回ぐらいあるかな。結構いい、うん、そうですよね。場所とか取らなくていいんで、うんうん、めんどくさいことやらなくて済むから。あとちゃんと見えますからね。そう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 、下だと人が立ったりとかして見えない、うん、ごっちゃごっちゃしてて。絶対いびきかいてるな。喉がガラガラしてる。いびきガラガラ。
お、あれ無理。久しぶりに歯医者おじさん聞いた。じゃあマイク入れます、はい、お聞きいただいたのは木名正吉&チャンプルーズで歯医者おじさんでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマはオードブルは作る派買う派です。ちょうど先週がオンエアで言うと先週になるんですけど休盆だったということで今回はこのテーマにしました。キャンさん、ちなみに、あれです?オードブルはどっち派ですか?オードブルはミニコ派です。ん?ミニコ派です。ってこと?木曜日の FEC チューンのオードブル。ああ、その、はい、そのオードブル、はい。私が言うオードブルはあれですよ。食べる方ですよ。食べる方ですよ。これは失礼しました。食べる方ですよ。ということで、オードブルはですね、食べる専門ですね。ああ、食べる専門。で、うちも昔は作ってたんですけど、おお、今はもう注文です。ですよね。やっぱその方が多いよね。もう食器とかも大変だし、作らない。うんうん、そう、確かに言えてる。ちょっと待ってよ。キャスの方が聞いてますので、早速紹介したいと思います。沖縄大好きさん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。昼間ありがとうございました。というのも、沖縄大好きさんがちょうど収録してるときに、私もちょっと挨拶だけ、っていうか、ちょっとだけコメントしましたかね。なので、その、お礼でしょうね。カープボイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。ワン!今日は近くに、今日は、あ、って今日は近くに台風があるから涼しいかな。よかった、よかった、と来てますが。今現在で、ちょっと久米島の近くらしいですよ。収録の、ちょうどその時ぐらいは。なんと足が早い、うん、なので多分あれかな、まだなんだろう、なんて言えばいいんだっけ、まあ近くには多分ないかなと思います。オンエアの時には9号、今9号でしたっけ、台風9号でしたっけ、9号、多分9号だったはず。タミーさん、はいさーい、はいたーい、カープボーイさん、昨日は久しぶりに1歳と3歳のおいっこちゃんたちが、来てたけど、下はギャン泣きするし、上は何言っても嫌だ嫌だしか言わないし、全くもうこっちが泣きたいわ笑いと来てます。確かにおいっこちゃんめいっこちゃんとか特に1歳は人見知りしますからね、うん、ギャン泣きとか当然だと思いますよ。同じくカップ V さん。そういえば、日曜日、夫婦で7月デービルに採用されてましたね。さすが、と来てますが。確かに先週、オンエアでは先週なんですけど、はい、ROK さんが、運慶の、運慶じゃない、ウークイの特番やってて、民謡の。前に、ゲストで来ていた吉田康則さん、はい、ノーリーさんがパーソナリティで、親子でやってたので、私もちょっとメールしようと思って、メールして、旦那もメールしてってやったら、両方とも採用されてました。うん。私はさすがに大好きな海のチンボーラーを聞いてもらいましたね。おー、いいですね。さすが、ノーリーさん。うん。カープボーイさん、オリオンビアフェスタの時は響さんのお家の周り、しっこの匂いで大変らしいよ。確かに
小橋川響アナウンサーのことでしょうね。多分、あろうけど。沖縄らしくさん、そっちのオードブルーと来てます。笑い笑いで。カープボーさん、オードブルを買っているよ。ムンチューで握り寿司とオードブル、あっちの美味しい三枚肉とか、ん？龍門ですかね。龍門で握り寿司や、オードブル、あっちの美味しい、あっちの美味しい三枚肉とか中身はお母さんが作る。肉が普通は、肉が普通は中、なんか、あ、いいや。おばあちゃんのは飲むらしい。美味しいって。ちなみに今日の収録の様子は8月31日に放送するよと沖縄らしきさんにとります。はい、ワッチーさん、キャスの皆さん、こんばんさっちー。こんばんさっちー。急遽ホテルに泊まることになり、ホテルのお部屋から参加です。おえ？ワッチーさん、どっかいるの？どっかいるの？武蔵さん来ております。サッチーさん、ミキさんのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょーい。こんばんはっしょーい。ラジオ収録生配信お疲れ様ですと来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。武蔵さん、私がキャスを個人的にやるとき、いつも来てくれるんですよ。おー。ありがたいことに。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、DM が来てますので紹介したいと思います。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。このお盆は、FM ギノワンをツイキャスで見たり、ラジオを聞いてばかりでした。おかげで大ファンになってしまいました。早速ですが、テーマオードブルですが、断然買う派です。一言言えば、作るのはめんどくさい。贅沢に食べたいね、オードブル、ゲラゲラと来ております。それはワッチさんです。ありがとうございます。そうですね。私も基本、料理は一応ちょっとはするんですけど、オードブルを作るかって言ったら、作りません。めんどくさい。大変ですもんね。そう、大変なんですよね、意外に。オードブルって。いろんな種類入るじゃないですか。だから、もう作るの難儀だなと思って、私は、大体買ってます。それがいいですよ、本当に。うん。でも私の親戚、気に入るお父さん方の親戚なんですけど、はい、作ってましたよ。おー、すごーい。でも今年、ちょっとおばさん亡くなっちゃったので。あら。そうなんです。ってことは、おじさんが作ったんですか？今年は、おじさんも亡くなってるので、そうそうそう、おばさんが今年っていうか、今月亡くなったので、はい、多分あっちは、今年はお盆はしてないですね。なので、多分、あっちはもう多分買う派になるんじゃないですか、まあ。もう、家族が多いので、家族が多いというか、兄弟が多いので、向こうは。なので、多分、作る、よりかはもう買った方がいいんじゃないかって話になるんじゃないかな。でも、チーズ巻き美味しかったな。ああ、美味しそう。美味しいんですよ、向こうの金のおばさんたちが作るチーズ巻き。チーズ巻き。そうそうそう。チーズ巻きがめっちゃ大好きで、あっちに行くために食べたいなーっていつも思ってたんですけどね。ありますよね、どこの家庭にしか食べれない。そうそうそう、あるあるある。メールの方に移りたいと思います。お願いします。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、オードブルは作る派、買う派。買う派です。もともと買うことが多かったので、家では買う派です。買って食べるオードブルは美味しいです。美味しいです。マンと来てますね。やっぱりどこも買う派ですね。うん。まあ私も、あれですね。あ、でも友達作ってたな。今年。私にわざわざオードブル作るんだけど、何、絶対入れるの何って聞かれました。へぇー。
キャンさんだったら、もし、あの、オードブルを作ってもらうとすると、絶対入れてほしいものとかありますか？揚げ豆腐。あ、揚げ豆腐？揚げ豆腐。絶対？絶対。私、あの、オードブル、洋風のとかだったら、エビです。エビフライ。エビフライもありですね。うん、エビフライもありのだから、私、友達にエビフライは絶対入れるって、いう答えをしました。僕はもう、揚げ豆腐。あれもいいな。なんだろう。生ハム的な感じのやつ。あ、ハムか、あれ。入ってるのって。洋風のので言えば。食べれない大好物なのに。三枚肉も大好きなんですよ。あー、まあ。豚アレルギーなんでね、ケンさんね、はい。あれもいいな。春巻き、揚げ春巻き。おー、あー、美味しいんですよね、うん。たまに入ってるやつ。あれもハム入ってたりするんですよね。あ、そうなの？あ、入ってたっけ？あ、よくよく見てないからよくわかんないね。入れる人がいるんですよね。あ、そうなの？だから僕、だいたい10箱の中身食べれないので。え？あー、はい、はい、はい。一緒に調理されてることが多いので。あ、そういうことね。昨日は馬刺しを買いました。あ、うん、馬刺し。はい。どうせだったら焼き刺しの方が良かったんじゃね。焼き刺しはいいなと思ったんですけどね。高いんだよね。あの、お盆だから、いいと思って、焼き刺しでも良かったかもよ。ですね。うん。カープボーイさん、今いろんなところで美味しいものがたくさんあるから買った方がいいよ。お家でなかなか作れないようなものが入ってるし、ときてますね。そうですね。うん。手の込んだものとか結構商品の方がありますからね。あるある。今だから結構、2、3人用とかのちっちゃいオードブルも売ってますからね。はい。いろんなスーパーさんでは。うん。だから、今年は、私、旧盆は、もらい物？旦那のお母さんが、作ったものをもらって、それをお供えしました。っていうのも、旧盆の時にお呼ばれしたので、はい、行って、なんか持っていけって言って、持ってってお供えしなさいって言って、持ってってお供えして、サンデーして食べました。ですね。うん。やっぱお盆って楽しみですよね。楽しい、楽しい。なんせどこ？富城に住んでる弟さんも来てたので、お母さんの、お母さんっていうかお兄さんの家かな、うん、お兄さんの家に来てたので、久しぶりにちょっとお話ししたりとか。できねーっつって。そうそうそう。そうですよね。コロナ明けてから完全になんか回れる雰囲気って今年からですよね。そうそうそう。去年もまだちょっとなんか、怪しい。もうちょっとみたいな感じでしたもんね。うん、怪しいから、ちょっと今年はやらんこっか、みたいなところも結構ありましたからね。はい、ちなみに、キャンさんは今年、道順で見ました？迷ったんですけど、出なかったです。あ、出なかった？はい。家から。あー。そうなの？はい。ダメって言われました。あれ？なんで？連れて帰るからダメって。あー、そう。見に行こうかなと。そういうこと。はい。ダメよ。お盆の時歩かんよ。はって思ったんです。私、あれでしたね。唯一見たのが、家の近くで、うるま市の S 青年会が、はい、通ってたので、なんかお祭りも、なんか近々あるかないか、みたいな。みたいな感じ。はい。なので、S 青年会が道順内で近くをやってたので、そこを、ちょっとこう、なんだかな、中日じゃないか。の時かな中日じゃないな。初日の運慶の日だったかな。あまりにもお腹が空きすぎて、はい、コンビニ行こうと思ったら、近くでなんか道順内っぽいのがやってるなーと思って。したら、S 青年会がたまたま近く通ってたんで、見て、コンビニ行って、帰って、ヘトヘトになってました。お疲れ様です。で、そうだね。カープボーイさん、S 青年会も、和子さんとノーリーさんとラジ、との
ラジオで喋ってましたね、笑い。偶然。そう、偶然的にも。そうなんですよ。そうなんですね。うん。たまたま、あの、家からちょうど、道反対側がうるま市になるので。ですよね。うん。S 青年会の聞こえるんですよ。うん。なんで、どうする見に行くって言ってる瞬間に、あの、ラジオから、S 青年会の、青年会長がラジオ出演しました。はい、なんと身近な。身近な。あそこ、公民館も歩いていきますからね。あ、行けるね。確かに。確かに行ける。ネクモより近いです。確かに。ネクモより近いね。考えたら。で、私、あと見たのは宮里はいはいはい。の青年会が、宮里は青年部ですね。青年部か。はい。青年部が、あの、ユニオンのところをちょうど、道巡礼してるときに、買い物がてら見ました。はい、おー、うん。どうでした？結構人、多いね。あ、結構いるんですね。いた。おー、そろそろ青年会になれるのかな？もう青年会じゃないのってぐらいの人数でしたよ。おー、楽しみですね。うん、ちょっと僕も長い間。まだ携われてないんで、うんうん、そろそろちょっと顔出してもいいのかなと。ああ、こう家の近く意外と通ってるなと思ってて、はい。それからあっちは見なかったな。あの東？ああ、うん。東は今年見てないですね。珍しいですね。東の方は結構回ってるイメージですけどね。あの近く回ってたんですけど、私がヘトヘトで寝てて。お疲れ様です。ヘトヘトで寝てて、もう音も万内なってるはずなんだけど、爆睡しました。まあ、しゃあないですよね。うん。まあ、でも、あの、オンエアの時は、ちょうど前頭エイサーがあるので、はい、ちょっと旦那の陸海空さんが、仕事だったら、有料のところで見ようかなっていう、ちょっと、安易な考えをしております。でも一応今日、収録の前に、あの、旦那に、はい。前頭どうすんのって言ったら、はい。俺仕事かわからんし、って言ってたんで、うん。ギリギリにならないと多分わかりません。うん。僕は結局、いけそうにないです。でも私結局ゴヤ十字路でやる、うん、道巡礼は今回ちょっと見れないかも。仕事なんでしょう。いつもそれ楽しみにしてたのに。僕もだいたい全部って仕事と重なってる。ではさっさ来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いします。来週のテーマは、台風地震対策してますか？です。というのも、ちょうどオンエアの日が9月1日で、はい、何の日だったっけ？防災の日。はい、なので、今回このテーマにしようと思ったんです。大事なことですよ。大事なこと、うん。まあ、台風シーズンでもあるし、最近ちょっと地震が、そうですね。多いので、はい、皆さん対策してるかな。沖縄大事ですよ。うん。津波が来たら大変なことに。はい。うちの中結構地震油断してますからね。油断してるね、確かに。うん、台風も油断しがちよね。うん。いくら、何でもと言って。まあ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 。今、行ってる現在も台風来てますけどね。来てますね。あと、私、あれだなぁ。いろいろ。そういえば、最近、ビアフェスタ行ってないよ。前頭は行くけど、はい、ビアフェスタ行ってない。これは、ディアマンテスさんの歌で盛り上がるしかないですね。ですね。行きたい、やっぱり。行きたい。道巡礼に見に行きたい。ああ、呆然としてる。呆然としてる、キャンさんが。ディアマンテスさんのライブ行きたい。あと1分ぐらいありますかね。はい、あと2分。2分 ?2 分もある？はい。私、あれだな。今年、オードブル買うって、予定だったんですけど。はい。もう、旦那の陸海空さんが、
どうせ持って帰ってくるし、うん、買うなって言って結局今年買いませんでした。そうなんですね、うん、本当はあのホットモットさんのオードブルを注文しようかなって企んではいたんですけど、はい、まあでも2人暮らしだとちょっと配分とか難しいですかね。配分難しいね、うんうん、まあもらい物でも十分でしたし、それに、まあ、お金が浮いたんで、また美味しいものが食べれる。食べれる。うん。はい、その代わり、刺身代に消えました。あ、いいですね。うん。でも刺身もいいですからね。そう。お父さん、マグロとかカジキとか好きだったんですか？ホットモットの隣の刺身屋さんですか？なんの。ああ、違うんですか。なんの。今回は合わせのパヤオにしました。ああ、贅沢。はい、ということで、お時間です。はい、ではまた来週お会いしましょう。おいてはさっちーと、みきさんのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。珍しく空いてたらしいです。何を？日曜日なんか閉まってるらしいんですけど。ああ、パヤオ？パヤオじゃなくて、この刺身屋さん。あ、ほんと？今回飽きてたみたいな。うちのおばさんが入ったよ。そうなんだ。おばさんあっちにしか買わない。ああ、私ね、家の近くの刺身屋に行こうか泣いてたんですけど、うん、結局お母さんのところが合わせなんで、取りながらもう合わせのパヤオで、カープボーイさんがマグロが大量だ大量だでおなじみの、うん、そうおなじみの新鮮ですからね。もうでも行った時が5時前ぐらいで、はい、あれかなーって思って行ったらたまたまあったんで、でももう閉める準備してました。だから1000円分か500円分かしかなくて、か切られてないやつかブロックかあれは。だからもう今回はマグロだけでーっつって。まあでもマグロが最高ですからね。そう、私あれですね、いつも酢味噌で食べてます。あれらしいですよ、沖縄みたいに生マグロ食べれるの珍しいらしいです。あ、本当に。沖縄漁量が多いので。ああ、みんなやっぱりマグロって本来冷凍らしいです。はい、はあ、そっかそっか。沖縄生マグロを結構売ってるじゃないですか。うん、売ってる売ってる。あれはだから羨ましいらしいですよ。ああ、そうなんだね。北海道とかなんかマグロいっぱいありそうだけどね。北海道逆にマグロないと思います、ね。あれないの？寒いところなんで。あ、そっか。あったかいところのお魚なんで。ああ、ワッチーさん収録お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、30分に戻ってる、ツイキャスの。あれが、あ、なんと今日からまたコイン集めをしないといけないようですね。そうですね。私も30分一区切りだな。じゃキャスやるとしても、キャスで、でも旦那がいるとき、私なかなかできないんだよね。うん、今日このテーマのことで話してたら、俺が厳選するかとか言ってた。厳選するか、とって私ほとんど最近決めてないよっつって、埼玉の郷さんが提案してくれてるのを私が厳選してる。おささお疲れ様でした。沖縄大好きさんめっちゃごじってるっていう。なんかごじった。お疲れ様でした。はあ、もうヘトヘトです。じゃあ今日はもうこの辺で終わっておきましょうか。そうですね、とってあと40秒とかそこら辺ですけどね。お疲れモード、そうなんです。皆さんまた来週もよろしくお願いします。ではまた来週、バイバイよ。